ありがとうございます。胎教の前後の続きです。胎教と言いますとですね、私は山岡宗八さんが書かれた小説の徳川家康の第1巻、本当に長い小説のうちの第1巻の終わりぐらいですかね、を思い出すんですけれども、お父さんが松平広忠、そしてお母さんお代の方といって本当に美しい方だったそうですが、この、お代の方政略結婚で松平家に嫁いでくる、その時にはすでに広忠にはですね側室がいた、こちらが正室なんですが、その正室は後から嫁いできて、もともと側室がお久の方ですかね、そちらの方に、まあ、広忠は愛していて、特に政略結婚敵方から来るお代の方、いくら美しいとはいえなかなか愛することはできなかった。その時にですね、その小説の中にこういうシーンが出てきます。なかなか広忠が来ないということで、お代の方と一緒に松平家に来た由利というのと小笹という2人のですね、腰元が本当におかわいそうなお姫様というふうにして泣くんですけども、そうしますとそこに庭のウグイスが鳴くんですね。そうするとお代の方がこう言います。おお、またウグイスが鳴いています、聞こえますか、あのウグイス、なんであの辺りに来るのであろうか。そうすると腰元の一人が、梅がいっぱい咲いているからでございますと答えますと、お代の方が、そなた、梅がウグイスを呼んでいるのを聞きやったか、梅はただひっそりと咲いているだけで別にウグイスは呼びません、お代もと言ってあどけなく首をかしげ、笑っても良いであろうと笑ったということなんですね。それを見た、腰元は、はあ、なんとかわいそうなけなげなと思うんですが、それほどですね、ただ美しいだけではなくって、お代の方というのはその無邪気な静けさの中にも強い信念を持って、嫁いでこられた、そういう女性であったということであります。そのうちにですね、確かに与えられた場でしっかりと自分の花を咲かせたお代の方を広忠は愛するようになりまして、2人の間に子供が授かります、お腹にですね授かります。それが後の、徳川家康ということになるんですが、しかしですね、一つ幸せにはなったんですが、お代の方にはもう一つ心配事が起きました。というのは当時は戦国時代でありまして、男か女かわからないけれども、男の子が生まれればまた戦わなければいけない、それもですね敵方の武将と戦うというだけではなくて、もしかしたら愛する夫である広忠と親子で戦わなきゃいけないかもしれない、またその子供と戦わなければいけないかもしれない、また、家来と戦わなければいけないかもしれない、これが男だったら、そして女だったらですね、自分と同じように政略結婚で辛い結婚を人生を送るかもしれない、産むべきか産まざるべきかと悩んでいる、そこにですね実のお母さんであります慶応院がやってまいりまして、しっかりしなさいと叱りつけるわけですね。そして慶応院はこう言います。もし私があなただったら、もし子供を宿していたとしたら、こんな時代にですね子供を宿していたら私はどうするか、もう脇目は振りません、我が腹の子にこの争いの根を断つ力を授けたまえと一向不乱に祈ります、勝つも嘆きまくるも罪の戦には目をくれず、祈って産んで祈って育てる、国中の母の祈りがそうなればこの豪華もいつかはきっと消えましょう、お屋敷あなたもですね、それをそれに気づきなされ、戦は忘れ安らかな世を開く御仏の化身を我に与えたまえとお祈りなされ、というふうにお母さんが叱りつける、諭すわけですね。そうするとお代の方は分かりましたと言ってしっかりと祈り始める、そういうふうにして胎教をされたお代の方から生まれたのが徳川家康だということ、これが小説に書いてあるある場面なんですけれども、実際のことは分かりません、誰も分からないと思うんですけれども、私がすごいなと思ったのはこの山岡宗八さんがそういう場面を書いたということが、立派な小説家の方なんだなと思いました。と言いますのは、この徳川家康誕生してその後いろいろ大変なご苦労をされるわけですけれども、実際に江戸幕府初代の将軍になられて、なんと260年ほどもですね
この日本は国の中で大きな戦いはなくてですね、本当に平和な世の中で文化文明は発達し、そして良い習慣が国中に、また教育も本当に貧しい国ではありましたけれども、本当に落ち着いたこの民度のある、日本を、今の日本のもとであったんではないかな、それを作られたのは徳川家康ではなかったかなというふうにも感じているんですね。ですから素晴らしいそういう大教のが元になっていたということを山岡宗八さんは分かって書かれたのではないかなと思います。こういう意味ではですね、どのような環境にあっても母親が正しい大教を行うことの重要性が分かると思います。そして周囲、つまりお腹に赤ちゃんを宿しているわけではないお姑さん、お舅さん、また実家のお父さん、お母さん、また夫、そしてまた周囲の人はそれに協力をしなければいけないなというふうに思います。でそこでですね、もう一つ思い起こすのは、梅についてね、先ほど、話がありました。この、雪に耐えて梅花麗しというこういう歌がありまして、これは西郷隆盛がですね、当時ご自分の甥がアメリカに留学をするという時に手紙の中にこういう歌を読まれた、もう少し長い歌なんですけども、その中に雪に耐えて梅花麗しという、言葉が載っております。これ一般的にはというかほとんど全てはですね、この解釈は厳しい冬の雪に耐えてこそ春が来た時に梅の花は麗しく感じられるんだ、それは人間も同じだぞと、苦しい時に耐えることが大切で、いつかですね、当時アメリカですから人種差別も今よりももっともっと厳しかった、その覚悟で言ってるんでしょうが、老いに対してすぐ理解してもらいたい、分かってもらいたい、自分の勉強の成果を早く世に出したいと思うのではなくてですね、今はじっとこらえてアメリカの良いところを学んでこいと、そしていつかですね、日本に帰ってきて春が来た時にですね、それを理解してもらえばいいんだから今はとにかく耐えなさいという、そういうふうな言葉ではなかったかなと、どの解説書にも書いてあると思いますが、私はこの解釈が違います。このですね、雪に耐えてというところは確かにこれは冬ですね。でも一般の解説では梅花麗しというのはこの季節は春になっているんですが、私はこちらもですね、冬なんだと、ずっと冬なんだと、冬の中でですね、我々がどのように実践していくかということを私はここに書いてあるというふうに捉えたいと思います。冬はですね、永遠に続くわけではありません。これは季節だけではなくって、人生の冬もずっと続くわけではなくて、いつか春が来るわけですけども、その春はいつ来るかは誰にもわからないわけですね。その春を待って、いつ来るか春を待って、じっとただ耐えて、暗い中でもちろんコツコツ勉強するということでありますけれども、そうするんではなくてですね、このまだまだ寒い厳しい冬、厳しいまだまだそういう環境の中、人間であってもその環境の中でもですね、花を咲かせましょうと、厳しいけれどもそこでですね、顔を上げて明るい表情で前向きな言葉を出してですね、おはようございます、ありがとうございます、皆さん春はもう来ているんですよと、私を見てくださいと、周りは冬に見えるかもしれないけど、どうか気がついてください、もう実は春が来ているんだ、だからもっと皆さん生き生きと元気を出してですね、じっと中に閉じこもっているのではなくって、春を感じてどうぞ生き生きと、今こそ生き生きとやろうではありませんかと、そのように周りの方を励まして、どうぞ私を見てくださいというのが、雪に耐えて梅花麗しというこの言葉の生き方、捉え方、そしてそれを実践に移すと、そういうふうな捉え方、そういうふうに私は捉えたいと思います。で実際にですね、梅は百花の先駆けという言葉があります。つまり梅という花はですね、あらゆる百花って百の花と書きますけど、全ての花というんですね、全ての花に先駆けて一番最初に咲くということは、季節は冬なんですよね。だから私の解釈間違いないんじゃないかと思うんですけど、実際に冬の中で梅は花を咲かせるんだということは、春になってゆっくりと暖かくなってから花を咲かせる、
自分を認めてくれる時期になったから花を咲かせるんではなくって、冬まだまだ認めてもらえないところで花を咲かせてこそ梅の花なんだと、我々はそのように生きていきたいな、生きていくべきだな、こういう念を持つ人がですね、家族に一人いたら家族は救われるでしょうし、またこういう念を持った人がですね、会社に一人いればその会社は良くなっていくだろうなと私は思います。ぜひですね、胎教から始まったこの念ですね、この念の話ですけれども、ぜひですね、そういうふうな思いで雪に耐えて梅花麗し、また先ほどありました徳川家康を産んだ時の五代の方のそういう思いで、我々もこれから生きていけばきっと周囲も一緒に幸せになれると思いますから、頑張っていきましょう。こういう勉強をですね、志向学園でしておりますから、ぜひお越しください。ありがとうございます。